国門島は世界の女帝ことブルナ中野を中心とした日本の女子プロレスラーのヒールユニットである。主に1990年代に活動した。リーダーを務めたブルナ中野1988年、ダンプ、松本引退後、ブルナ中野が中心となり結成された。建前ではヒール軍団ということになっているものの、ただ単に狂気を振り回すだけではなく確かな実力に、 裏打ちされた選手が集まった集団である。ベビーフェイス対ヒールの景色を超越したスタイルで新時代を切り開こうとしたブル中野の思いがあり、ヒール同士でも観衆を満足させる試合ができるという自信が垣間見られる。黎明期のメンバー、アジャ・コングラの離脱をきっかけに、ブルとアジャの壮絶な抗争が巻き起こった。1995年9月2日に、 日本武道館で行われたブル中野と井上京子のシングル試合で京子が勝利し、試合後にブルは負けて悔いなしと弟子の成長を見届け国門党の解散を宣言するもののライオネス・アスカがリングに乱入したことで流れた。その後ブル中野がプロレス界から姿を消したことで井上京子、渡辺智子が残ったが京子が 我は世界シングル王座を獲得した後1997年には、決別し、事実上、自然消滅している。極門島を捨てる、とかではなくて、でもやっぱり京子さんと離れないと私は、もっと強くなれない。レディーズ週刊ゴング8、11増刊。ありがとうございます。